あ、じゃあ少々お待ちください。次枠いきます、はい、そこら辺にゴロゴロいるレベル。いやエグリム強えな。さっきあれだったね、2位で勝ってたよね、2位、うん、ロケテバージョンだった。ロケテだと勝ってたね。ロケテは勝ってたね。ロケテだと勝ってたね。だってもうその話はやめよう。あ、もうゴルド使いの要さんがくだらねえって言ってたもん。本人がくだらねえって言ってた。それちょっとまずいや、うん、やばい、まあ、あれは確実に設定ミス。オッケーです。はい、オッケーです。じゃあオッケーです。は、始めちゃってください。店員は今日参加してない。え、してない。え、ああそう、そうだな。さあ、リンネ・バティスタ、さっきも見た組み合わせ。ファーストクローズ。さあ、どうなるか。設置置いて、設置、ゆうゆう取ってくる。近づいて、投げ通す。通ってしまう。設置から、にえにえ。ビビ、にし。暴れ返す。ビビ、暴れ返す。はどうなんですかね。割と設置は前転で下げ、さあ空が、これはグリッドも来る。垂直ジャンプからダッシュ、ダッシュ。さあまた設置を絡めてのらりくらりと逃げていく。 2C が引っかかったが安く済む。ダッシュ B、 カウンターからしっかり確認していく。今のはたまに CG を取ればグリッドは乗ってしまうが、ミスんだか。まずはワークさんのバチスが1本。さあラウンド2、2は着地にはかからない。さあ 2B で割り込んでくる。あー、このミスになってしまった。サーマーグラップ投げすか。サーマーで押し置き、相打ちする。さあうまい低空クーガからコンボをつないで投げはしっかり外す。抜けて FF から2択だが、アサルトジャンシー、アサルトジャンシー。さあ休んだ。設置の発生保障が、発生保障の強さが、ここは何も起きない。さあまたどう寄るか。まあ寄ってもサワーがあるから結構めんどくさい読み合いしなきゃいけないんですが。さあリニアは寄れるか。前線で近づくが、ビーム当たってしまって、さああと1回何か刺さっても死んでしまう。設置絡んで、さあどうするか。ゲージ CS もバチされてしまう。ここで入ってくるビーム。さあどう捕まえるか。なかなか捕まえられない。アサルジャンシーからテートリー。さあ今の 2C だと危ない。おお、危ないが逃げ、和子さんのバチサが逃げ切って和子さんの勝利。さあ次は島崎ケイヤス VS 渡辺、あ、夕張店員。われ渡辺社長じゃないですよ。いや元が渡辺店員って名前だったからさ。野獣先輩。そう、最初野獣先輩。それは本名が渡辺なんですか。いや多分本名は田所浩二。さあさあ互いに優勝候補。ぬって言われてる。ぬってコメントが来てる。やったやった。汚いって言われてる。さあさあワレン対ケイヤス。ぶっちゃけこれケイヤス勝てるビジョンが見えないんですが、僕には。しかしなんだかんだ勝ってるのは島崎ケイヤス。ランクマは多分まあ夜なら人がいますよ。プレマあ、勝てランクマもそこそこ人いると思う。夜11時過ぎにはいる。11時過ぎに、なるほど。やっぱまあまあナイトインバースだから。そう、さあここはしっかり透かし投げを読んでパージー越し。CS も来て、さあ VO は下げている。 VO ガードしてる。あ、島崎さんこれクロスキャストベルオフできるんだよ。いやできない。このバージョンではできません。これはグリッドが我に来るでしょう。さあダッシュ B つないで当たるのか。当たんないでしょう。当たらない。さあ駒投げまだ残る。あと一発。さあジャン A で突っ込んでしまった。まずは島崎ケイヤスが1本。
島風さん、島風さんって言われてる島風さんじゃないですか。さあ西井がカウンターヒットして投げは初出し込まれ強気なタクを見せてくるが、さあ 6C カウンターヒット、画面端とりあえずここはゲージを入ってくる。畳が、おー西で消したが、シャーヘンくらいの上に投げが赤投げになっている。もう下っかで、さあもう再びの不安量はもうなんもねえじゃん。下げられて勝ったのは島崎圭也す、島崎さんの勝ち。さあ次がどれだ、次は流星に行き、ああ違う、ランブさんとヒルだ、ポンコツさんのヒルだ、ポンコツさん、ラムさんそこにいらっしゃるので、まあ筐体じゃんけんの方お願いします。ゴッドケイアスって言われてるよゴッドケイアスって言われてるよゴッドハイドのパクリだけど、どう考えてもさあランプさんの譲り派、僕は初めてお目にかかると思いますね。ラムさんは多分越前杯初だね、かね、まあ、僕がこの間まで越前杯来てなかったけどそう前から来ようと思ってて、だいたい行くのめんどくせえってやでもないそうそう、さあ見ていきましょう、この組み合わせは久しぶりにこの色、まあ、ヒルダ辛い組み合わせですが、開幕はカウント2C を指して、あ 2B かあれ失礼 2B、シャワーオークスでね、ここはバックジャンプで逃げてしまうとダッシュに引っかかってしまう。さあ文鎮をしゃがみ嫌い、分かる、もうねヒルダ強い、そんなことはないあのやっぱ対戦してないと、ここはそうですね、経験がないと分からないっていうのはありますね、経験がないと分かんない。まずはポンコツ先生のヒルダがパーフェクトで1本2ラウンド、おっと少し危なかった、さあうまく逃げたが戻ってしまう、当たってしまう、さあ補正切りになってコンボをつないで文鎮締めで、さあ置き攻め、さあ再び文鎮をしゃがみ切らしてしまう、再びさあシールド割れちまう、 4B をこすってたがパーフェクトでポンコツさんのヒルダが勝利と。じゃあ次が流星ニキとセルラさん、次は流星ニキとセルラゴールド。ヒルダ戦はね本当慣れないと立てないんですよ、あれそれはイグニスだろこれ神崎だみたいな、あーゴッド崎神崎だねヒルダは慣れないと立てないんですよね、あれ慣れると弱い、そう熱帯だとねあんま練習にならないんですよ、文鎮見えねえから、文鎮熱帯だとマジ見えねえからね、どうしようもない、だから明けじゃないと経験積みづらいと思います。でしかも今アーケードでヒルダと対戦ってなるとポンコツさんぐらいしかいない、うん、大体ポンコツさんになるねそうまあヒロデューさんもいるけど、ヒロデューさん、そうです、さあゴールドメルカバー、ゴールド有利な組み合わせだが、おゴールドケアス、ゴールドケアスはゴールドなんですか、ゴールドケアスはゴールド有利だよ、あゴールドケアスゴールドメルカバー、あゴールド有利、それもゴールド有利、ゴールド有利、ゴールドに振りつくキャラいない、ゴールドに振りつけられるキャラいない、いない、あー四季さん、四季さんもいるけど、まあ四季さんちょっと熱帯ヒルだなさあここは CS 権をメルカバ取って、 VO グラ、 VO が取って、さあシミは逃げる、モータルがカウントヒット、モータル引っかかってしっかり最大コンボ、シーガツ、さあ 2B で割り込んでくる、しっかり空気で時間を稼いでグリッドを回収、さあこれは噛み合った、 B 捕獲でとどめを刺して流星メルカバがまず1本、2ラウンド、お互いゲージはほぼ5分、中断エイム、グリム、見ていたがちょっと届かない、グリッドはメルカムに来て、これはゴールドが捕まると辛い状況確定です、そしてゲージも 100% 回収、
このコンボがね本当に弱いですね。流星さんは減ります。さあ V を抑えきったが何もない。ここは確定。あ、確定ね。 CS を吐いてダメージを伸ばす。西がカウントヒット。おー、しっかり拾って。ジャン西はバレている。さあ、シーガツを入力していたっぽいがゲーダーに引っかかってしまう。さあ、ジャン西 FF が見えていた。これは倒しきれるか。そっちで死ぬか。いや、怪しくない。ゴールドだよ。倒しきる。危なかった。しかし勝ったのは流星メルカバ。さあ続きましてレオゴルド対セロバチスタ。ライオン失礼。ライオンゴルド対セロンバチスタ。あれはさっきの FF は多分西グラモルじゃないですかね。 B 押しちゃったんじゃないかと思います。ゴルドは次のバージョン FF なってないよ、なってないよ。してほしいっていう要望。FF は FF のままだよ。あ、でも補正とかどうなんだろう。その辺調べてないから僕は分かんないな。まあ、多分変わってないと思う。かなめさんがあんまりほとんど変わってないって言ったから補正関連てか、なんか、まあ、前からほとんど FF の使い道が僕にはよくわからない。え、いや、ハイドは便利。あ、ハイドはね、わかるけど、エルトラムとか。いや、あれコンボリ用に使える。画面端の勝利を半角 3C から5000出るよ、1ゲージ超出る。あれ FF 使うとすごい出る。さあゴールドバチスター、この組み合わせはよく大宮フリップで見られる組み合わせですね。やっぱり2人とも僕に全然勝てない。ゴールド続く。ゴールド、さあグラップを抜けてゴーブフレーム、モータルを振って、モータル、それは少し危ないが、さあ当たってしまう。安いが CS 点はしっかり確保。さあ 3C、 さあじゃんけん、さあうわっ。いや、アサルトなら勝ってたと思うよ。お互い使っている。 B 取りは立てない。さあ VO、 これは VO グラ。さあ待ちすぎた。ちょっとレオさんの方がきついですね。これはゲージもない。さあ B 取りをしゃがんでしまう。サマージメする。さあ C グラップを出してしまって再び B 取りから、今のはモータル反則だったが、じゃんけん西ワガウチ、ゲージがない、体力もない、 CS もなくてゴールドはかなり辛い。さあどうするか。まあ、しっかりまずは落ち着いて CS を取るところからですね、これは。さあじゃんけん、今度は食らっちまう。勝ったのはセロンバチスタのバティスタ。あれはまあ多分ファジーでガードできるんですけど、実は頑張ればファジーできるんだけど、頑張れ。一瞬着地してからビードリ出せるのがクソなんだよね。下段無敵あればとりあえずこれでよかったんだけど、そうそう。下段無敵あればね西でよかった。さあ次は僕。はい、あなたと和子さんです。バティスタかよ、またか。またガードしてやるよ。またガードしてやる。ちょっとだけ1試合だけ変わります。どうぞ。さあ
ゃあ気を取り直して、ビーガンスタルが里丸ハイド、にビーガン里丸ハイドの和子さんのバティスタ。さあ和子さん役、サマーで殺すと宣言がありましたが、サマーで殺すに対して、あ、サマーで殺すか殺されるか、お前とは言ってないみたいな。ガードするかされないか、始まって開幕は怖い読み合いですね。互いにやっぱり、まあ、相手の攻撃に対して全部サマーすれば勝てます。これなるほどね、理論上最強理論上最強、達成5フレーム以内のサマーを全部見てから反応で返せれば最強。はい、まあそれは後ろのエルミンって最強、危ない、まあ、まあハイドにも言えることですけどね。壊し当たっちゃって、あ、珍しい後ろにミス、アサルトジャンピ。さあさすがのバティスタでもハイドに固められてしまうと、投げ抜けて、いい、拾える、おー、しっかり拾ってる、結構難しいんですけどね、やると。さあグリッドがいっぱいだ、雨、あー、さ、サマー、サマー、サマー、ミングから透かしてしまう、そのありサマーってことですけど、あー、ドリル、そこから設置して、さあ、距離が空いてしまうと、まずはハイド、冷たい、さあ、冷たい竜回り、腰が結構射程が高いが、俺の6秒見てくれ、俺の6秒が空いて、この射程を見てくれ、そこから距離空けて、さあ、バティスタのターン、ハイド君はまず近づきたい、もしくは、ボーパル状態になりたい、まずはボーパルはカットといったところ、実施は、見てから、近づいて、さあ、ハイドのターンか、様子を見て、見えが入ってきて、ダルシッ、うわ、腰が高い、うわ、おお、おお、いいか、距離が空いて、画面を背負っているが、ちょっと分からなくなってきた、6B が微妙に当たらないけど、バティスタの腰は当たる、そんな距離、絶妙、おどうなる ?EX 時間稼いで、ここはしっかり時間を稼いで、まあ CS してゲージを稼ぎたかった、とりあえずゲージが欲しい、だがゲージは174、1回は離せます、ババはここはタッチくらい、タッチくらいしている、サマーが出なかったか、普通にガードを見せたか、さあ画面端、ここからがハイドン真骨頂、ここから投げが通る、2層3層1850、安いがこの有利状況からまた投げが通る、マルフォイ強い、お強い、お強い、からうわベーカン寿司怖い、左へこれ切り返し、まずは端を抜けたいが背負わせる、これでバッチスタのターンが左を負けながらジャッジ通れる、中段が通る、事故車よ起爆して設置から、これは攻め継続、フライ逃げになっている、うわー、たたきを耕した結果ベロフ通ってジャンピ、こっからここで降りた、ジャンエ、おジャンエ、うわ、 B が今のは C にするべきだったか、ジャンピ当たると通って、ジャンピ C から少し3層、さあ1対1、さあだからゲージ状況かなり和子さんが、さあバティスタ画面端は相当強いです、ハイドも相当強いです、ベクトルの違う強さを持った画面端の強さ、そしてまずハイド、和子は投げに行って、これがあるからちょっとシールドグラが怖いですね、なんかシールドグラ出したらハイドが壊しやめて投げられたってよくありますからね、ほんとノーサンクションから和子よす見てバックステ、おーサマーサマー当たる、まずは橋を脱出した形になったか、さあでもまだ1回のコムで走り抜ける距離ちょっと怖い、ロビーからジャンビおー割り込む、ノーサンクションが暴れて拾える、ジャシーから ABC のドリルから西が当たらないが、ジャシー座っておいたところ無敵があります、さすがマジか、あー EX ドリルには無敵があります、メルカバなんかでもよくやられますこの戦法、 CS 暗転で時間を稼がれてしまうのでこうなっちゃいます、投げてさあこの様子見怖い、後ろにいるためこれでキーバックして最後捨てた、勝者マコバティマコさんの勝ち、じゃあ次は島崎さんと時間さんで、EX ドリルに全部持って帰っちゃったね、処理出なかった悔しいの、次の対戦は島崎さんと時間切れさん、時間さん、マルフォイって考えてる、マルフォイ、それねポンコツ先生が今日やってたツイッターネタだろ笑ったんだけど電車の中で、さあ第1ラウンド始まるよ、島崎ケアス VS 時間切れ人間、さあじゃあこれケイアス勝てないでしょ、ケイアス勝てないでしょ、サトマル君厳しいね、いや勝てる組み合わせじゃないと思うよ、サトマル君曰く勝てる組み合わせじゃないと、だからそれだからこそ勝ってほしいがこの状況は辛い、ベロフ
あの叫んでないけど大丈夫ですかベロフ。うん、叫んでないから当たんなかったね。ちょっと流れが悪いかもしれないです。いや当たったけどちょっと叫ばないとちょっとダメダメですね。6年ギアスは強かったんで来年の島崎さんにご期待ください。次回作の島崎さんに、次回作の島崎さんにご期待ください。あーこれしないとダメこれ。いやーこれね普通に勝てねえと思うんだけど島崎さん。かなり厳しいでしょ、ね、島崎さんっていうかケイアスが勝てねえと思うんだけど。なんかすごいからね、クーがおーだけど今アホ毛掴んでたよね完全に。これは見てからかかすったのかわかんないけど絶走って全員一応信じるとアホ毛掴んで投げると。さあ今時間さんがつぶやきました。わかんねえって。わかんねえ。いやまあわかんなくても勝てるよこのキャラ。クーガーを出したら持続で勝手にやったか死んじゃったってよくあるんでね、うん、まあ表裏は慣れないとかはできないけど、別に慣れればむずくない、まあ、そもそも表裏に行くまでのね過程も。おお変わってしない DX クーガーアップを受けて中段から届かない。おわA ランク好きっすね先輩。いや島崎さんは A ランクじゃないと思う。この子さ投げてまたアホゲを掴まれる。アホゲ抜かれたらリンネオルタとかになったりしないのかな。さあ投げられた死にそう。これやばいっすね時間さん。ケイアスケイアス。おお賢いから。これはワンチャン来て。ワンチャン来て。落として。もう一回。島崎さんなぜ死ぬ。さあ。これはインビットますね間に合う。なぜ CS わかないのか。多分ちょっと焦った焦っていた。S 島崎ランク。で C ケイアスランク。弱い。さあ。ボンボン。投げ抜け、さすがにちょっと、おわー、さあ、VO、今日はよく通る。やっぱ叫ばないとね、冷静で。叫ばなければ通る。叫ばなければ通る。この前のウーは一体何だったのか。通って、そのまま死んでたから、あれは。なるほどね。一種のフラグってことか。なんか噛み合ってる。時間さんコンボができない。わお。まあでもケイアスは判定特殊ですからね、もしかしたらなんかあるのかもしれない。なるほど。メルカバもケイアスに入んない子も結構あるからね。あっおお Q クラップ。えどっちが勝つの。おおあー一応 OK。 勝ったのは時間さんのリンネ。今のはちょっとひどい。よしじゃあ実況交代してもらおうかな。もう冷める元気がない。バカすよな。敗因はシールドグラでしたね。ベルオフにすればよかった。ベルオフが答えだった。